自分はガンダムだ、アムロだって思ってたけど、ジムに乗せられた。そうですね、大抵の人がジムですね。で、たまたま父親が技術屋で、母親は地球に行っててみたいな人が、たまたまガンダムに乗れたっていう、その 1% にみたいな、うん、そういう人は多分若い頃からこう社会に出る前にこうある程度こう上のこうポジションを用意されていたりであったりとか、議員の息子みたいな、上級国民ですか、上級国民。そうです、だから就活すらしない人とか、うん、すらしないでそこそこなこうポジションがもう与えられていたりとかっていうのは未だに存在したりはするので、漫画を描きながら UI デザイナー、ユーザーインターフェースのデザイナー。そうですね、はい。ちょっともう今日技術屋さんですか、カチャカチャやってらっしゃる。コードも書きますし、まあ、どうこの使っているそのサービスを使いやすくするかみたいなことをこう考えたりとか、実際にこう使っている人にインタビューをして、こうどう使いやすくなってますかみたいな確認を取ったりとかっていうふうなことをやるっていう。自分がこういうふうにしたいということよりも、多分相手が誰かがいて誰かに使ってもらうためにどうすればいいかということを考えていくっていう感じ。なるほど。もらってそう。もらってそう。うん、何をマネー。羨ましいの。いやいや。ごめんなさい。下品でごめんなさい。なるほど。ちょっと、うん、重くなっちゃいましたね、空気が。落ち込んじゃいました、なんか。確かに。うん、でそういったガンキャノンとか、そのまあエース級ではなく、うん、市政の人たち、乗せられちゃった人たちの、うん、に光をみたいな感じ、あにもこんなドラマがあるんだよ、そうですね、こんな生き方って素敵じゃないみたいな。そうですね、なんか特別っていうものに惹かれるというよりかは、なんかこうなんか最初から特別っていう風なものに惹かれるんじゃなくて、最初特別じゃなかったけどこうやればこういう何か行動をしたりとかっていう風にした、その行動が特別だよねっていう風なことが伝えたいなっていう風には思ってました。例えばね、これからもそういったものを書いていく、はい、そうですね、決してストーリー上で伝えればっていう、根付こうとは言わない。だからそういうのが書きたいっていう人は多分少年漫画とかに行くとは思うんですけど、あ、なるほど。私はどちらかっていうとこうはなんかこう、うん、青年誌というかそっちの方かなっていうふうには思ってます。傾向的に今まだお一人でやってらっしゃる、あ、一人でどこかの、はい、どこかの誰かのお手伝いを始めてとか、なんかあ、そう、これ読むと結構なんかその有名漫画家さんのところでアシスタントからみたいなアドバイスを受けながらみたいな、多分自分自身も働きながらじゃないとこうできないんじゃないかなっていうふうに思うところは時々あって、自分自身が体験した半径3メートルくらいのことがテーマだったりするので書いてるな。あ、なるほど。なんか読んでて、あ、あるあるみたいな、あるあるですよね、をこううまくこうエンタメ化するというか、僕どっちかっていうと、ね、主人公じゃないんです、今なんか悪い側に読んで、読ませていただいて、あ、俺こんな素敵じゃないなって、どちらかというとなんかせこいことをする側にいるなって思いながら、いいじゃんってでなるなと思ってちょっと反省しました。完全懲悪者って結構分かりやすい構図なんですけど、多分なんか書いてるとき意識しているのはこうなんかせこいことをするように仕向けないとちょっとこう物語上にならないんで、そういう風に見せてしまっているんですけど、入ってて常々思うのは、まあこの人もこういう風になった経緯があるんだろうみたいな、でたまたまその主人公の年次からしたらその行動は多分理解できないっていうだけなんですよ。あ、立場によってっていうのありますかね。立場ありますよね、うん、社会的な立場と、うん、その守らなきゃいけないっていうのと、ものと、あ、そうそう、会社上のポジションによって役割が違うわけじゃないですか。そうですね、うん、そうですよね、そうなんですよね、うん、まだ年上、うん、年下って日本ってあるじゃないですか、うん、はいはい、いいか悪いか分かんないですけど、うん、将来自分もそういう、まあ、今28なんですけど、将来そういう風なことになっちゃうのかもしれ、そういう行動してしまうのかもしれないっていう風には、うん、
思う危機感みたいなのはありつつ、ある今は会社に属していらっしゃる、あ、会社に属していて上も下もいてちょうど真ん中みたいな、あ、なるほど、でこうコミュニケーションであったりとか、なんか板挟みになることも当然ありますし、そういうふうなのでこうモヤモヤした経験とかっていうところは反映してるところかなっていうふうに。なるほど。なんかよく言うじゃないですか。私？うん。あの会社でデザイナーの子にこう、はい、デザイナーの子がなんかすごいこだわって、はい、僕はこうじゃないみたいな。はい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 、でだけどお客さんがこう言ってるからみたいな、あ、まあ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 、そういう状況だったりはする。そうですね、もういい、データちょうだい、データちょうだい、俺やるから渡しませんみたいな攻防ですよね、うん、はい、っていうのがあの漫画を読むと、そのエンジニア側がこういうふうにしたらいいのにって思いが、はい、納期があるんだよみたいな、こうそれぞれのポジションによってその悩みが、はい、誰も悪くない悪くない、でもなんかその ガキなの、子供なので、うん、まだなんかその一発逆転を狙ってる、ガンダムに乗れるんじゃない、ガンキャナンの乗り方とかが、うん、そろそろないよっていうのを気づくべきですかね。その戦い方の問題があると思うんですよね、ジムでガンダムに勝つ方法。はい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 、あーなるほど、そっちか、うん、こっちに乗りたいとかじゃなくて、うん、わかんないですけどね。あ、すいません、その辺どうお考えですか。まあでも本来ジムに乗るはずだった人がガンダムに乗っちゃったっていう風な話もあったりはするので、うんうん、あ、運よくガンダムに乗れることもある。でもガンダムに乗れなくても一番は生き残ることじゃないですか、うんうん、あ、うん、別にガンダムに、はい、死んだら本当に意味がないんで、ジムで業績上げようとしてガンダムにめちゃくちゃやったけど死んだらいいんじゃないみたいな。魚さんさんは生きづらいとかって思ったりします？多分よくワードに上がる生きづらい問題なんですけど、生きづらいと感じてたことは結構しょっちゅうあって、あの若かりし頃ですか、まあ、若かりし頃とか、だから割と社会人今年7年目ですけど、こう、うん、4年目ぐらいまでは本当にもう何もうまくいかんみたいなことばっかり。それなんか社会、あ、まあ社会というか働くのって嫌だなみたいなのって誰でもあると思っていて、仕事が嫌だ、仕事が嫌だっていう面だけじゃなくて、生きづらいっていうのは仕事が嫌っていう、まあ仕事は、うん、まあまあ楽しめては、楽しいはずなのに自分のせいで楽しくなくなっちゃってるっていうふうに思っちゃう時が時々あったりはしたかなっては思ってます。自分のせいでというと、自分のせいっていうか自分のこの考え方で楽しくなくなっちゃってるみたいな、うん、どんな性格なんですか。まああんまりそこを悩む必要がないのにこう考えちゃうみたいなことであったりとか、なるほど、こうそんなに力を入れるポイントではないのに、こう今後将来の役に立つかもしれないと思ってわざわざ回り道っぽいことをしたりとかっていうのを自分なりに楽しんでやっているつもりなんだけれども、それをこう他の人からしたら何やってんのっていうふうに思われて、それをこう延々と言われ続けて、こうなんか自分のやってること間違ってんのかしらみたいなふうに感じるみたいなことはありました。そうすると周りの人に言われなければそうでもない感じですかね。そうですね、ほっぽっと言ってくれてる時が一番幸せだった時はあります、うん、一人だった時とか。最近そのそういう今でも多分行ってくる人は行ってくると思うんですけど、はい、その若かりし頃は行きづらかったよ、じゃあ多分今はそんなにそういうのをうまく分けられてるんですか。でも何でしょう、そういう若いからっていうので片付けられちゃうんですけど、でもなんかこう今で言うと多分なんか自己肯定感みたいなのは結構低い、あの低いのは多分20代の頃って前頭前皮質っていうところがまだあの発展途上だから、あの脳の方ですけど、あのそこがまだ30になるまで発達してないから自己肯定感っていうのは若いからあの低いままなんですよっていう風なのがこう知識として得れたりっていうのであったので、あ、そういうものなんだっていう風に思ってちょっと随分楽になるみたいな。勉強になりました。なるほど、それ使いますね。前頭前皮質っていう、前頭前皮前皮質っていう中野信子さんの本に書いてあって、ああなるほど、
努力できない無駄な努力はやめなさいみたいなやつですね、うん、はい、努力できない人は努力できないのをしている。あ、ごめんなるほど、すいません。なるほど、生きづらいっていうのも若い人の特権なんだなっていうふうに思ったっていうところはありますね。だからまあ年取ってもあるかもしれないんですけど、それは多分若い頃の種類とはちょっと違うものかなっていうふうには思ったりします。分かってくるものはありますしね、年取ると、うん、それがまあ脳の影響かもしれない。ああ、そうなった時に、あ、自分のパーソナリティのせいじゃないんだであったりとか、そこがちょっとこういろいろこう、まあ、エニアグラムであったりとかっていうところの知識もつけて納得感が入って、あ、確かにこういう思考してたなとか、なんか解決ではないけれども、なんか自分をそこまで責める必要はないんだみたいなふうに思ったりとか。こんな帽子をかぶってても、うん、ちゃんとしたことを言われる、うん、申し訳ございません。演出ですからねあの見てくださってる方は、うん、にそれが伝わればいいと思ってます。魚のことは一切喋ってないんですけど、喋ってない、人間について喋ります。はい、なるほど、うん、なんかじゃあ気にするなとかっていうことでもなかったんですね、そういう方に対しては。なんかその、うん、他人が言っても多分全く効果がないっていうことがあって、結局自分の中でどう腹落ちするかっていうのがおそらくタイプによって違うと思うんですけど、当然私は知識ベースだったので、あ、そういう脳の構造だったのねみたいなことで腹落ちするみたいな。あ、それ、それが一番納得できた感じなんですね。自分にとっては納得、どんなに偉い人が言っても納得はできなかったんで、あの大丈夫だよみたいな、奥さんに言われても納得はできなかったんで。それがもうお釈迦様であろうがキリストであろうが多分納得はできずに、そのだから論理じゃないですか。そうですね、うん、お釈迦様が理屈に通ったことを言えば、あ、なるほど、理屈ね、なるほどね。そうですね、私の腹落ちはそこでしたっていう、うん、前頭前皮質の発達。だから僕が大丈夫だよって言っても響かないってっていう話ですね。大丈夫ってなんだよって、ね、うん、なるほど。で、有利タイプだからといって、うん、いや、なんか結構有利タイプの人が生きづらいって言ってるのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、9はそうでもない気はしますけどね。そんな感じしますよね、うん、あとまた4の方とはまたなんか違う感じがしますね。4で生きづらいって言ってる人に対して、うん、前頭前質がね発達していかないから、うん、4の人はあれ自分でこじらせてる感じはありますもんねっていうところなの。4の人に言われたら なんて答えます？生きづらいんです、生きづらいんです。あ、まあちょっとその4の人がどういう行動してるのかがわからないですけど。あ、そうですよね、すいません。でもなんか、あ、いえとんでもないです。で、全然なんかこう自ら苦しみているっていうことをちょっと楽しんでる節はあるんじゃないかなっていうふうに感じはするので、そっかそっかって。でもその苦労がこう今後の役に立つんじゃないのみたいなことであったりとか、なんかどっちかっていうと4の人とかだとその人を肯定してあげる方に寄せちゃった方がなんか納得はしてもらえそうな気がするっていうか、聞いてあげるだけって超反発しそうですよね。ありがとうございますもうこうやって理論的に言われると、うん、僕ができないことなので、うん、とてもありがたいと思ってます多分これをこのまま違う人に言うんだろうなと思って